こんにちは、日本画作家の渡辺由紀です。ただいま、福屋八丁堀本店で開催しているイレブンガールズアートコレクションザファイナルに出品している作品を こちらの動画でご紹介したいと思います。で、今回ご紹介する作品はこちらの作品です。タイトルは公園の猫という名前の、作品になっております。こちらの作品なんですが、最初公園に取材をしに、風景を描きに取材をしに行きましたら、あの猫のエリア、野良猫のエリアがありまして、で、人に慣れすぎていて、私が近づいていっても全然逃げないっていうあのそういう猫たちでしたね。はい、で、ですね、こうちょうど西日が差して夕暮れ時で、なんか猫たちもこうゆっくり時間をこう楽しんでいる感じで、でもそれを見た時に、あ、この風景を描くのもいいなと思ったので、まあ、こちらの作品が生まれました。はい、で、実を言うと1匹奥に黒猫がいたりとかもするので、ちょっと発見してもらう、発見したお客様とかが、あっみたいな感じで言ってもらうと、私もしめしめみたいなような気持ちになったりしております。はい、で、ですね、私は毎日在廊しております。で、最終日だけ気をつけていただきたくって、最終日だけ16時閉場となっておりますので、そこだけお気をつけください。とでは、たくさんの方に作品見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ではよろしくお願いします。